呉市豊町で開かれた二十歳の集いには今年度20歳を迎えた7人が出席しました。県内で二十歳を祝う行事を夏に行う地区は3つあり、この豊地区では19年前から帰省しやすいこの時期に開催しています。式では二十歳の代表として藤田まりなさんが挨拶しました。美しい自然にあふれ温かい地域の方々に囲まれ、この豊町で育ったことに誇りを持っています。また豊町の伝統行事弓祭りにちなんで無病息災などを願う巻きわら謝礼が披露され、門出に花を添えました。大人になったんだなってこういう会があってやっと実感できるかなって思ってます。当たり前のことを当たり前にしっかり当たり前以上にできる大人になりたいなと思ってます。明日は庄原市と神石高原町でも二十歳を祝う行事が開催される予定です。